縛りやっていきます。今のところ外国人探してるっていう状況になってるんで、まあ野手はまだまだ足りてないので、とりあえずどこでもいいんで内野手外野手ともに探してもらって安い選手を獲得していきましょうか。シール終了までとりあえず行って誰か取ったか報告します後で。シーズン終了まで行きました。で、お金は5500万しかないですね。選手獲得しました。ヘンドリー、フェリス、アクトン、3000万の選手を3人獲得しました。そして3人が契約切りで帰国しましたね。まあ後で獲得しましょう。人は揃ってきましたよと。勝ち星はどうですか？14勝129敗、1割は足りてませんが、勝率は1割、14勝、初めての2桁勝利達成しました。ピッチャー陣が 5.31、 野手陣が1割の466と打ててませんと。ただ青は使ってないんでね、もうクビにできますと。みんなボツ。でもソンチャーホンすごいね、 2.67 優秀。打っては、規定はこうだけで、ヘンドリーが打ってる2割5分6厘に14本、フェリスパワーはあんだよな、 OPS7 とかあるからね、いい感じじゃんこの辺は。あとのなんとかなるんじゃないの、野手ロドリゲスとかも全然打てないけど、0割7分2厘だけど、ほぼピッチャーなんだよな。下手したらピッチャーよりも打ててません。まあ安かったし若かったしね、いいでしょう。そこは目をつぶっていかないと。西武若月な、西武若月ってが一番ありそうだったもんね。清宮ホームランを取ってる。さあ契約更改ですと。そのままでいきましょうか。まだで、ここは申し訳ないけど全員420万と。ソンチャーホンでも420万です。まあ、払うとしたらセデーニョぐらいだよな。次転生のね、いい若い外国人が来たら払っていいかもしれないね。セデーニョって何歳？ 27 か。さあこの辺は全員420万しないと、うちはもう金がないんで。今シーズン何億入ってきた？ 8 億？ 8 億入ってきたのか。8億しか入ってきてないです。フェリス、アクトン、ウレーナ、みんなパワーはあります。ただパワーだけです。で青を首にできる、イはまだ残す。それ以外は野手は首にできるんじゃないの。まだ足りないか。フォーガスのキャッチャーがまだいいですと。あとコだけです。あと1人です。でだったら今シーズンのオフシーズンに選手取って、あとはクビにできますね。あ、コとイもいるんだ。キャッチャーも取ろうかな。で、現役ドラフトは開催されません。ここからあと十数年、下手したら20年ぐらい開催されない可能性もあります。その代わり外国人枠を撤廃しました。で、うちはドラフトに参加できないっていう縛りがあるんで。あ、摂津とかいた、今。ああ、転生摂津だ。転生摂津とか即戦力で活躍できるからいいよな。岩村とかもいたけど、転生なのかな。結構ね、キャッチャー古田で普通の選手だったり、あ、大谷だ、帰ってきた。結構早めに帰ってきましたね、大谷君。31歳で帰ってきた、もう。もうちょっとメジャーでやってくれればね。伊藤がメジャー。今シーズンちょっと不調ですが。さすがに高橋光成メジャー行くよな。日本には来てません。まあ、残留したかメジャー行ったかどっちかだね。矢野が取られて、出てた。さあ、うちは野手が必要なんで、野手、どこがいるんだ？
まあ、控えキャッチャーはいるとして、サードがいねえんだ。え、サード取ってなかったっけ。あ、帰国しただけか。でもサードは取れるでしょ。あ、でも年俸高い可能性あるな。まあ、一応サードリストアップするか、内野手でリストアップするか。内野手でリストアップしてみっか。いや、サードでいいか。ピンポイントでいいか。サード。あ、でも、ウレーニャがどっか守れるから内野手にしとこう。そうなると、やっぱウレーニャはユーティリティで優秀だな。まあ、守れるとは言ってないけど。一応、耐性とか適性はあると。さあ、若い選手。いやー、高いなー。うちにいたらね、420万で使えるんですが。これ、ミー、下がりすぎたね、さすがに。高い高い。48なら取れる。高い。ああ、8000万高いね。1600万、日本に順応できなかった。ライマル1億2000万で下がってきました。ライマル去年8000万だったの。もうちょい下がんねえかな。いや、もうライマル取っとくわ。アリエルも下がってる。いや、ライマルちょっともう1年寝かすか。モイネロ去年9000万、1億7000万。ここから下がってくるでしょ、もうちょっと。この辺は下がってから取ると。スティーブンソン4900万。カリステ5600万。3億6300万使って外国人4人と。5人で、カリステ、ライマル、あ、カリステ、アリエル、いろいろその他もろもろと。で、留学はできません。6、7、8。さあ、いい外国人いたら取りましょうか。まず A ランクは取れないでしょ。まあ、安い選手しか取れないよな。まあ、ここに思い切っていい選手、強い選手取るのもあり。あ、でもキャンベル良くない？対左 A。セカンド守れる。20歳。グロズリーで、残りが、どう取るか、どこ取るか。チームのムードはかなり悪いらしい。残り1億4000万あるから、まあちょっと様子見でも、それだったら一応発掘だけしといた方がいいよな、せっかくだし。野手でとりあえずなんかいいの B ランクぐらい取ってもいいかもしれない。 B ランクちょっと足りねえか。いいのがいたら取る。無理して取らなくていいような、人はいるし。人は揃ってきたんで、いいのがいたら取る感じでいこうかな。こっからはキャンプ終わりました。どうしましょうか。外国人、お金を貯める。まあでも金貯めるのもありか。ライマルやらモイネロやら獲得するためにお金を貯めるのもあり。あと、ちゃんといい選手に金を払う。まあ、転生狙おうか。転生外国人狙いでいきましょう。 CB 強い、取ってもいいかもしれないね。まあ、基本転生狙いでいきます。それじゃあ、オープン戦にやっていった WBCR、 うちからも選ばれるかな誰か。いろんなところに選ばれてるでしょうね。日本が負けるかもしれない。うちがいろんなチームの選手を獲得して強くして WBC の各球団に放出して、
出場させて日本を倒すと。それでペナントも優勝するという流れでいきましょう。